この機械の開発ポイントとしては近年複合加工の需要が見込まれ Y 軸を必要とするシャフトワーク加工の需要も増えつつある中で高松製品でこのワークを加工できる機械は XY120 XYT51 XY2000 ププララススやとなります。ただこれらの機種の対象ワークはバー材がメインで完品加工を可能とするため 背面主軸が取り付けられておりコストサイズにおいてメリットが出しにくくなっていましたそこで Y 軸付きでテールストック装置を備えシャフトワークに最適な XT8MY を新たに開発しましたでは XT8MY の特徴について見ていきましょう切削能力についてご説明いたします 主軸モーターは出力 15kW の高出力タイプを採用しました外形切削は S45C 材で切り込み5ミリ送り0.4ミリ溝入れ切削は S45C 材溝幅7ミリで着端から94ミリの位置まで加工できますドリル切削はパイ2 5ミリのドリルで送り 0.28ミ、mm、リで加工でき、8インチ主軸にあった高い切削能力を実現できます。X、Y、Z 軸、そしてテールスライド軸すべてに高い剛性を誇る滑りスライド構造を採用しました。Z 軸ストロークを420ストロークとすることで、300ミ、mm、リのシャフトワークの加工を可能にしました。 またテールストック装置を搭載しても他社と比べ約20%減のクラス最小のフロアスペースを実現し設置面積あたりで高い生産性を実現しましたさあこのあたりは小松さんいかがでしょうかはいフロアスペース20%の削減は工場への機械設置レイアウトに自由度が生まれますまた製品や 作業者の不要な移動が少ない工場とすることに貢献できますさあ今回搭載している回転工具の性能も従来に比べ大幅に向上しています最大工具サイズパイ16ミリのミーリングユニットを装着でき高い切削能力を誇り加工時間の短縮を図りますそして今回このクラスでは初めて採用したのが タレットのボルトマウント方式 BMT-55 です国内外問わず多くの実績があるシステムで豊富なアタッチメントによる多彩なツーリングレイアウトが可能となりますしかも独自のクロス構造により繰り返し取り付け精度が安定していますタレットは中間割り出しができますので最大24ステーションとなり より多くの工具が取り付けでき、段取り時間の短縮が図れます。どうですか、小松さん。はい。回転工具の能力向上により、ミーリング加工と Y 軸制御で高効率な工程集約が実現できると思います。はい。さあ、XT8MY はこのほか、自走テールストック、 ビルトインテールストックなどのテールストックアタッチメントをはじめフレ止め装置などの豊富なオプションユニットを準備して多彩な加工をアシストしますまたローダー搭載による自動化にも柔軟に対応できます小松さん高松機械の製品はこのように多く,多くのオプションが用意されているんですよねはいご、はい、用意している標準オプションにないようなご要望についても 都度ご検討させていただきご要望に対応するのが弊社の強みでもありますはいさあではここで自動化ラインを構築するためのローダーについてご紹介します今回新たに XT8MY に搭載されたローダー名称は F ローダーと言い,います 操作性の向上のため機械本体とローダーの制御をファナック制御に一本化したのが大きな特徴です早送り速度は走行軸上下軸ともに 160m パーミニッツと走行速度を向上させサイクルタイムの短縮を追求しましたワークのハンドリングシステムもお客様のワークに合わせて選ぶことができます また、供給装置などの周辺機器も含め、お客様の生産形態に合わせた自動化システムを提案いたしますさあ、この新型ローダーはいかがですか、小松さんはい、冒頭でも説明いただきましたが、制御をファナックとしたことが大幅な操作性の向上になりますお客様で生産ワークに合わせたローダーの動作変更、セッティングが容易に行えます 高松機械ではご覧のように多種多様な自動化ラインのご提案が可能なんですねさあそれでは次に操作性の特徴をご紹介ししてままいりましょう1つ目にファナック製タッチパネルとサーボ制御を採用しましたので制御装置メーカーの一元化による保守性を向上しました。2つ目に 初心者にも分かりやすいようにローダー操作に必要な情報とスイッチが一つの画面に集約されていますティーチング時に自動調整してくれる Y 軸調整アシストモードを搭載またハンドルリトレース機能により安全性の高い動作確認が可能となります3つ目に機械本体のプログラミングで馴染みのある G コード、M コード、 マクロ入力をローダーのプログラミング時にも使えますのでスムーズに短取りが行えます次に高松オペレーティングシステムについてご説明します1つ目に直感的な操作を実現するカラータッチパネルを採用しましたパネルサイズは10.4インチもあり大変見やすくなっています2つ目に 自動化・段取り性を意識した便利な機能として潤滑油切れやカウントアップなどの生産停止要因を事前に知らせる機能や定量補正などの初心者にも優しいさまざまな工具・摩耗補正方法を準備機械段取り時のバイト合わせ作業を安全にサポートします。3つ目に IT&IoT 技術を活用して 業務効率を改善します工具補正量など加工ワークごとのトレーサビリティ情報を保存し品質管理に貢献します USB 接続したデジタルノギスのボタンを押すだけで直接摩耗補正入力できる機能もあります機内に仕込んだウェブカメラによる映像表示なども行います XT8MY には作業者への危険リスクを低減するための安全装置としてチャック開閉確認油圧圧力確認セーフティ電磁ロック操作モードスイッチドアインターロック解除スイッチ電気ボックスのブレーカーハンドルなどの安全対策が標準で組み込まれています。 それでは XT8MY ご紹介の最後に実際の機械動作を見てみましょう。 当社の従来機種においては、このような複合旋盤は比較的大きなサイズのものしかありませんでした。今回開発した XT8MY は、機能や仕様を限定することでコンパクトかつリーズナブルな商品となっております。スライドは全軸滑りスライドを採用しており、チャックサイズ8インチに見合った加工を実現することができ、高い剛性を発揮します。 またローダー搭載時の NC 画面も高松オリジナルのホーム画面を設け現在の稼働状況を一目で確認できるようにしたほか、タッチパネルとなっているため操作しやすい画面となっております本機に搭載している回転工具の性能も Y 軸付きの従来機種比の3倍のトルクを発揮し 大幅に性能が向上しています最大工具サイズファイ20のミーリングユニットを装着でき高い切削能力を測り加工時間短縮を図りますまた C 軸付き早送り速度や主軸割り出し精度も向上させ高い生産性を実現しています回転工具を使用することでドリルエンドミルを使った穴開け溝加工などの 多種多様な加工を1台に工程収約することが可能です。2020年2月に開発を開始し、新型コロナウイルスで中止になりましたが、6月のプライベートショーに出展する予定でしたので、約5か月の短期間で作を完成させなければならず、作業スケジュールのやりくりが大変でした。また 今回新たに挑戦した BMT タレットは工具の取り付け面に高精度な精度が必要で精度を出すのに苦戦しました課題に対して全社一丸となって一つ一つ解決し完成させましたハイブリッドカーや電気自動車のモーター関連の部品や駆動系部品などの シャフトワークの複合加工の需要が増えていますので、そういった製品の加工に使っていただけると嬉しいです。Y 軸加工に対応した複合旋盤としては、当社の従来機の半分程度のスペースで設置できるため、お客様の生産ラインにも組み込みやすいと思います。この機種の発表以来、当社には注文やテストカットのご依頼を多数いただいており、 実際に様々な種類の加工に挑戦することで、機械のポテンシャルをお客様にアピールしたいと思います。